世話になります。送り用品の送り検知です。またね、買っちゃったんですよ。先週さ、これレッドウィングの品番8106クラシックオックスフォード買いましたって言って、夏暑いからね、単靴オックスフォードしましたっていう話をしたんですけれども、はい、こちらじゃーん、買ってしまったんですよ。こんなじゃーん、売れほら、これすごいでしょ、この雰囲気たるやね。でどういうことかっていうと、最近ね、模様替えをしまして、で15、6年使ってた仮木の一人掛けのソファーをもうちょっと大きいので処分したんですよね。で、まあ売ったんですけれども、それでちょっとお金が入ってきて、で久々にね、古着屋さんに行ったんですよ。で本当はまあ家具とかね、いろんな飾るものとか欲しいなと思ってたんですけれども、まあある古着屋さんに行った時にこれが目についてさ、うわ、なんかすごいなんだと思って、で店員さんにこれ何ですかって聞いたら、いやそれレッドウィングなんです、レッドウィングなんですこれ、うん、レッドウィングなんだと思って、でもレッドウィングっぽいのがなんていうの書いてないんですよね、レッドウィング印がないんですよ、どういう意味かっていうと、例えばこれで言ったらここにレッドウィングって書いてたりとか、まあこうね、タグがついてたり、で、レッドウィングなんだって思って見てたら、店員さんが、いやそれ見てくださいよ、タグがついてるんですよ中にって言って、いやそうなんだって言って見せてもらったら、これですよ、怖っ、これわかるかな、これね、ほらこれですよ、刺繍犬タグ、もうボロボロ、もう今にも取れちゃいそうな、これこれがねついてるやつだったんですよね。もう本でしか見たことないようなやつだから、すごく興奮してしまって、しかもねお値段がなんと1万1000円だったんですよビビるでしょ。だから仮木のあのもうね、売ったお金で買えるなってなって、でなんでそんなに安いんですかってちょっと聞いたんですよね、本当に不思議だから。で聞いたら、単にね穴は開いてるんだけど、一番のネックはサイズだと、サイズがねちょっとちっちゃいんですよ。例えばこのオックスフォードとちょっと合わせてみましょうか、ほらね、だいぶちっちゃいじゃないですか、うん、だからサイズがすごくちっちゃいのでだいぶ安くしてます。安い、だいぶ安いっつって、1万1000円ってもう本当に安いでしょ。でちょっとしっかり試着させてもらっていいですかっつって試着させてもらったんですよ、うん、でもうこのねタグだけ気をつけてくださいって言って、で履いてみたらボニフィットだったんですよこのオックスフォードとかこれとかエイトハーフも履いてるんですけど、足がもう信じられないぐらいちっちゃくって、あの奥さんと靴共有できるぐらいちっちゃいんですよね実は、うん、だけどちっちゃいの履いてるともうサザエさんみたいな、あのキャプテン翼みたいになっちゃうから、ちょっと大きめの靴を履いていつもバランスを取ってるんですけど、これに関してはねオニフィットも全然何の違和感もなく、すごくいい感じにフィットして、しかもあの見た感じも違和感がないというか、なんかいい感じでした。でもう飛びつくようにもうこれを買ってしまったっていうね、ほんまこれさあ、これ買った時にはさ、もう夏暑いからって言って買ったのに、もうその下のねもう乾かないうちにこれ買うっていうね感じでございます。とってもね今興奮しておりますよ。でちょっとこれはディテールをさ見ていきたいんですけれども、まずね、まあ、この靴の歴史をちょっと紹介したいんですけど、レッドウィングの877っていう品番の靴だと思います。だと思うっていうのは、いろいろネットで調べたりしたら、こういうね内側に品番とか入ってるみたいなんですけど、これはね確認できないんですよね。だから多分間違いはないと思うんだけど、一応だと思いますっていう感じの言い方でさせてください。でレッドウィング877っていうブーツは皆さんご存知、はい、こちらレッドウィング875の元になったブーツとなっております、うん、
レッドウィング877っていうのは一番上流まで遡ると時は1950年、854という品番がハンティングブーツがレッドウィングから発売されました。でその特徴はモカシンタイプのつま先に赤茶色のレザー、そして当時ハンターに人気のあったキングビーっていうソールを組み合わせた靴でした。でそこから2年後、1952年に854を進化させて、この厚くて平らなクッションクレープソールが装備されたブーツが発売されます。それがレッドウィング877だから、1952年からの歴史となっております。でその革の色が猟犬のアイリッシュセッターに似てるっていうことで相性がアイリッシュセッターとなって、このタグがねついたというわけでございます。では一緒にディテールを見ていきたいと思います。まあ、その前にちょっとね、この紐をさ、取りたいんだけど、この紐がね、なんかね、ネチャネチャしてるんだよね。オイルが染み込んでるみたいなさ、感じがします。で、あと、この皮もさ、なんかヌメヌメ、ベタベタしてるんですよ、これ。なんか黒いでしょ？これなんすかね？こうやって、こうやってやったら、ここのところがなんか、ベタベタっとする。これもしかしたらもうその作業現場がちょっと油っぽいところだったのかもなとか、そういったこともちょっとね思います。うったね、こんな、まあ、ここにさこの穴が開いてますね、これね。でここがちょっとね破けてます。こりゃいけんわ、ブラシしようか。ね、紐がなんか油がすごい、これなんか黒い、どういう環境で育ってきたね、へこんだです、中はね、こんな、なんかさ革の表面に黒い何かが塗りたくられてるみたいな感じ。右足は単に穴はないですね、ただやっぱここがちょっとやってる。でね、皮はね、すごく柔らかいんですよね。しっとりしてる。ちょっと、外で、ブラシだけちょっとしてきます。はいはい。ちょっとブラシかけてきました。なんかこの辺とかさ、ホコリがさ、溜まってたんだけど、ブラシかけたら良くなったね。ちょっとはね。でもね、これね、触ってるだけですごいベタベタするんですよね。これはなんかあんま良くないんじゃないのかな。これなんかもう、ひび割れまくって、もしかしたらもうちょっと保湿しないといけないのかもしれないんだけど、まあ、これが正解だとは思わないんだけど、多分これも正解じゃないと思うんだよね。だからもうリアルな、あ、わかった。これ本当にハンターっていうかさ、ハンティングしてた人が履いてて、防水のためにすごい油塗りまくってたのかもしれないですね。ワーカーっていうよりハンターなのかもしれないですね、本当に。だとしたら面白いなぁ。まあそんな感じ。はい。で、ちょっとね、ディテールをね、見ていきたいんですが、まず、高さは8インチになってます。でちなみに、これ、875は6インチ。2インチ違い。2インチってことは5センチぐらいね、違うってことになってます。で、このね、履き口、パイピングで処理されてるんですが、もしこのパイピングがなかったら、もうちょっと前、もう本当に初期の877っていうことになるそうです。で、さらに言うと、ここに四角くステッチが入ってます。で、このステッチも、もし入ってなかったら、50年代初期とかのディテールになるそうです。で、ここなんですよね、この、ここにさ、ヒールにちょっと付け足されてるんですね、土台がね。現在の877はもうこのソール自体がヒールの方が厚めになってて、こういう感じの高さになるんですけど、これはね、ちょっと独特というか、まあ、当時のやり方なんでしょうね。で、これが素材がわかんないんですけど、ボロボロってあの昔のさ、バッシュみたいな、加水分解してる感じになってますね、ここがね。あと、なんか書いてる。あ、なんか書いてる。今気づいた。インソールにサイズが書いてますね。品番がないな。品番。品
今はちょっと書いてないですね。これ見えるかな、インソールに D7 って書いてある。だからこれサイズがワイズが D でサイズが7だから結構ちっちゃいよね。うん、やっぱこの辺のステッチなんかはねもう切れちゃってますね。もうこれはしょうがないかな。あと履き口ね、履き口のダメージがすごいです。あとこのタンもね、穴で多分もうだから元々の色はねこの色なんだよ、この色。それがなんか上に塗装みたいに油かなんかが乗っちゃってこんな黒ずんだ感じの色になってるっていう感じだと思うんだけどな。でこれですよね、これね怖い。もうなんかちょっとさ引っ張っただけでさ、ほらミシっていうの、これもう怖い。これそうで、これはもうね取れるのでちょっと取っちゃおうかなと思ってるんですよね。今ちょっと取ります。よいしょ、ちょっと慎重に慎重を重ねて取りますよ。うわ四角く縫ってるんで、てかもう取れてんな、ほとんど。ほらほら取れちゃった。こんなです。これね、この犬はあのレッドマイクっていうらしいんだけど、顔が確認できませんまあこれはね、せっかくなんで額に入れてちょっとねこの辺に飾りたいなと思ってます。まあでも全体的にはそこまでダメージはないんですよ。穴といえばもうこのタンのこの穴だけ。まあその古着屋さんが言うにはもう皮がとてもいいって言ってましたね。でこのね表面のさ、このベタベタ、これなんとかしたいなと思ってて、この辺とかさ削れるんですよ、こうやって。ほらだから前に、はいこちら、じゃーん、これエンジニア PT91 ってやつ、あのね水洗いしたんですよ、これをね。でオイル入れたらまあ最終こういう状態になりましたっていう動画をね上げさせてもらったことがあるんだけど、これもちょっとやってみようかなって思って出るんですけど、どうですかね。まあまあ怖いんだけど、まあもう結局ハンティングブーツでありワークブーツだから、まあ、それなりに雑に扱っても大丈夫だろうと。でもしやるときは、また、動画にさせていただきたいなと思っております。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。オグリオギーとオグリケンジでした。おいたら。